もうほんまもう対談だらけ。めっちゃ面白いじゃないですか。今日は、熊本で、システムエンジニアの仕事をされているエンジニアの仕事をされている山崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。山崎さん、お仕事は今どういうお仕事？そうですね、今熊本のちょっとある、まあ、会社で、はい、いろいろちょっと難しいことをしたり、そうですね、製品の信頼性をチェックする、10年使っても大丈夫なのかどうかみたいな、10年保証ですか？そういう感じですね。あ、そういうのね、はい、どうやってするの10年？そうね、なんかこう疑似的にこう負荷をいっぱいかけ て10年分くらいのストレスを与えて壊れなかったら OK。 あ、ほんと、はい、山ちゃんがあのアイルニーのアシア店でかけられたあの10年分のストレスのようなそれを生かして今その経験を生かして入荷されました。そうなんですね。いや、ありがとうございます。元アイロジのね、アシア店で働いてくれて、まあ、時々今も仕事をね、パソコンのちょっと分かんない仕事とかは遠隔で、はい、やってもらったりしてますけども、はい、どうですか、いつ帰ってくるんですか？いや、もうでもあれやで、今回あのーはい、アシア福岡とあのやったけど、やっぱり山ちゃん、今年は山ちゃんをっていう声が多いよ。やっぱりいっぱい出たからね。2年やりましたね。あ、そうそう、ジャパンツアーもそうだけど、あのパリ行ってる間もね、ね、よく出たからね。いろいろね、こういうのにね、いろいろ上がってたからね。はい、そうなんですよ。楽しいよ。はい。で、今日もわざわざ福岡のレッスンの、に熊本から。そうですね、駆けつけてくれまして、はい、ありがとうございます。広島ちょっと無理でした。あかんかった、はい、午前中だけ休めたんですけど、ね、ちょっと難しい。そう、はい、残念。行きたかったんですけどね、はい、うん、みんなで回るのが楽しいですから ね、あいつとかもね。そうですね、もうこれですよ。シフティは仕事おったらわしで、そうですね、もうデビアか、思ってやんか。みおちゃん、あ、じゃあ木曜か、明日木曜で、裏だったね。できる木曜よかった、そうなんですよね。元気、山ちゃん元気です。元気、はい、やってるよ、はい、ね、ちょっと忙しくやってます。あ、ほんと、はい、なんかあのアシア店の皆さんになんかメッセージあれば。メッセージですか？うん、あのYouTube 楽しく拝見しております。そうやね、アジア人のスタッフ紹介がね、なんかもうその場にいるような感じから。ああ、そう、はい、まあもう分かるからね。でもあの雰囲気、アジア人の2階とかはね、そうですね、うん、お宮も頑張ってやってますよ。そうですね、お宮ポーズもやってますよ。はい、福田の対談もありましたし、そうですね、はい、山野もやるからね。ですか、山野ちょっと楽しみですやりますから、はい、楽しみに、はい、そうですね、ちょっと福田さんよそ行きの感じでしたね。そうやな、うん、あれはそうやね、なんかよそ行きじゃなくなったらもうカミカミになるからね。そうです気が緩むと、ね、聞き取れないから字幕がいっぱい必要になるので、そうですね、はい、してもらいましたけども、はい、じゃあ山ちゃん、じゃあお客さんにも、じゃあ山ちゃん、全国の山ちゃんファンにも一言なんかね、いや、ちょっと難しい。生産でもちょっとしてくれてるんちゃうの、なんか。あ、そうなんですよ、今日趣味で畑を借りて畑借りて。そうなんですよ。あ、そうで、うん、もうどのくらいですかね、開墾もされてる。40m×40m くらい。すごいやん。へえ、耕して、うん、一面に芝生植えて、うん、で、まあ葉物系、うん、ちょっといろいろ植えてみたんですけど。あ、本当。ただまだ来年にならないとどうなるかわかんない。へえ、あれもな、あの、はい、
何やったっけ、あの風船とわたのさ、あれあれじゃないですか、うん、あれ母親に預けてたら全部枯れちゃって、うん、ほんまあれまた見つけたらちょっとこっそりここではあれこっそりあそう、であのあれはユーカリのあの黄色っぽいやつもね、だからそうあれ山ちゃんのあの投稿であの土のあれちゃうかなっていう話で、で俺もそんな話いろいろあのフランスの農家で聞いてみたら、あの1年目植えてあの普通のグリーンのユーカリやったやつが2年目黄色くなってきたりしてたから、なんか品種ではないっていう、うん、でライステリアもあれも日本のあれ品種別じゃないねんて、うん、あれも普通の最初は日本の普通のあの見かけるライステリアみたいな感じやったけども、次の年同じとこに切りに行ったらそれがもう黄色くなってたって言ってたから、そうまあ気候とか土のその影響って言って、苗買ってきて黄色だったんです。で母親の家の庭にとりあえず植えたら緑になったんですよ。そう、土はね、ユーカリはじゃあなんであれは やれへんの、その日本の産地さんはあんな感じには作れへんもんな。もしかしたらですけど、うん、日本の方があの養分がありすぎるんかもしれないですね、栄養分の土の中なんか、そうです、栄養不足になると、うん、黄色く退職はするんで、うん、なので多分日本の土壌って結構頻繁にこう変えて、うん、まあ、連作商売やったりするんですけど、はいはいはい、うん、基本的にはやっぱり作ると養分が残ってるんで、全てなんていうんですかね、一回生産終わった時に全部養分抜かんとダメなんですけど、うん、そういうのやるともしかしたら変わるかもしれないですけど、ユーカリを植えるところってちょっと外路地で、そうやね、何もないとドンって植えるんで、多分そういう作業はしてないはずです。ああね、なので養分があって普通になっちゃうかもしれないですけど、とりあえず今鉄分吸収できないように、うん、無理やりやってますけどね。あ、そう。でもまだ今寒くて成長しないので、はいはいはい、やっぱ暖かくなってどうなるかですね、うん、あ、そう、農家の道も、まあ、農家の道もそれが趣味じゃなくなる日が来るかもしれないね、うん、やってもらうとアイロニランドももしかしたら熊本になるかもしれないしね。そうですね、ね、その熊本でやったのそのまま、うん、あ、またね、ね、ああさ、ね、ああその実績を、ね、ああそれいいかもしれない。シクラメンはやりたいです、ね。シクラメンな、あれも見て、あれあの時の写真アップしてんのかなと思って、シクラメン。あの時のですよ。あの写真は、あの写真は、写真は、はい、でそれをやろうと思ったけどもちょっと違うなっていうこと。葉っぱがあるんですよ、うん、品種から、で、あの園芸品種。はい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 、はい、ああね。だから現象は、ね、集めないと。冬にね、あそこにロワール行って。見つけたね、なんか謎の城みたいなところ ね、 そうですね、あーって一面になってたやつね、入れ方もね、うん、またね、まだヤムちゃん休み取ってあのパリもね、はい、あの遊びに ね、 ね、働きに来てもいいしね、1ヶ月とか空きがあのアパートも空きができる時があるからね、だからもう車も運転できるし、ね、ぜひ、はい、はい、ありがとうございました。今日は元アイロニスタッフの山ちゃんでした。はい、ありがとうございます。これはサロン行こうかな。